今回は腰に痛みのある人におすすめの股関節のストレッチングを紹介したいと思います。このエクササイズを行うと姿勢も良くなりますので、体が伸びて歩きやすくなるという利点もあると思いますよ。それでは実際に行ってみたいと思います。安定した椅子の背もたれに手を置いてください。そしてこのように手を置いたら足を後ろに伸ばします。この時かかとはついてなくて結構です。かかとは浮いて結構ですので、注意点として膝はできるだけ伸ばした状態で行ってください。そしてここからが大事なんですが、体を立てるようにするとここで股関節のこの前側が突っ張るのがわかるかと思います。このように体を立てるということが大事です。これ患者さんに教えてて、よくこういうふうにしちゃう人いますけど、これ全く伸びません。どうするかというと、体を立てるようにする、つまりお尻を前にすると股関節の前側が伸びる感じがしますので、ここ股関節の前が伸びる感覚が得られることを大事にしてください。逆に言うと、ここが伸びている感じがしなければできてませんので、ちゃんと股関節の前が伸びるようにしてください。そして伸びる感覚を得たら、そんなに時間を置かなくてよいです。伸びる感覚を得たら、そしたら今度は反対の足をやります。反対の足もこうやって体を立てて伸びるところまでやって、そしてまたこうやって交互にやってください。これ実は腸腰筋という筋トレの意味もしていますので、それほど伸ばす時間は使わなくて結構です。伸びたなと感じたら次、伸びたなと感じたら次という感じで、だいたい左右で5往復ぐらいね、左右を1セットとして5セットぐらい行うと良いかと思います。そしてもしこれをやって痛みがなければ、もっと効果的に行うのが、このように伸ばしたらここから天井を見てください。天井を見ると、まあ腰も反るんですが、それで痛みがなければこの方がね効果的にできますので、こうして伸ばしたら天井を見るという形で行ってください。非常にね、ここ股関節の前を伸ばす、そして、高齢者に大事な腸腰筋という筋肉、これを鍛えるのに非常に効果的なエクササイズなので、ぜひ試してみてください。1回に例えば5回行うというのでもいいですし、私がねよく患者さんに指導しているのは、トイレに行って帰ってきたら1回1往復だけこの運動を行ってくださいということも言っています。まあ、こうやって頻度ね多くすることによって股関節の前が硬くなる、これをね予防できますので、ぜひ試してみてください。年を取るとみんな体が曲がるのですが、体が曲がると実はね股関節も曲がってくるんです。例えば体がこうやって曲がっていると例外なく股関節も硬くなってくるという特徴があるんです。まあ、それも踏まえて、股関節が硬くなるとなんでいけないかというと、一つはですね、股関節が普通に例えば腰を反る曲げるという運動を考えていても、股関節が柔軟に動けばこの体を動かす運動を股関節でも一緒に行ってますよね。でもこれが股関節が硬くなると、その上の腰だけで反らないといけなくなるという、こういうね自然にこうやって動かすんではなくて、腰だけで動かさないといけなくなるので、これがね腰痛の原因にもなります。そして腰が痛い人が股関節を柔らかくすると楽になるというのは、実は単にこのつながりがあるというよりも、股関節が動くことで腰の負担が減るという利点があるんです。だから股関節が伸びる、ね、柔らかくなれば当然腰も伸ばしやすくなるし、腰への負担が減るわけです。さらに言うと、歩く時には股関節の伸展といって後ろに伸びる、ね、この動きがかなり必要になりますので、そこを柔らかくするということは実は歩きやすくなるということにもつながる利点があるんです。もし今回の動画の質問、また今後取り上げてほしいテーマ、そして体の相談などありましたら、ぜひコメント欄に入力お願いいたします。このチャンネルでは毎回体の痛みや姿勢などに悩むあなたのための解決策を発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。